はい、リモム選手も今かなり燃えてるとは思います。もう非常に楽しみですね、まあ、間違いなく過去最高の決勝戦になると思います。さあもう間もなくね、雨宮太陽選手が部屋立てすると思いますので、皆さん少々お待ちください。はい、それでは第7回プヨテト全国大会決勝戦、プヨテトバトルスタート。あとさあ、雨宮バーサスリモモね、本日ラストの試合になります。皆さんよければね、コメント欄で応援の方お願いします。さあ始まりました。さあどうでしょうか。始まりました。決勝戦15先見てまいりましょう。さあリモン選手、開幕からちょっとお秘密が目立ちますね。緊張でしょうかこれは。まあね、おそらく緊張はかなりしてるでしょうね。そうですね。さあ、メミヤ選手はこういったお秘密を見るとしっかりお得意の DT 連で仕留めにかかることでしょう。ですが7連までならばそこまで致命傷にはならない。リモン選手ですが不利なことには変わりありませんね。今で耐えて耐えていきますが、やはりここの下の苦しさ、アミエ選手が一気に取っていきます。まずは1本。ちょっと幸先の悪い立ち上がりになってしまったリモン選手。さあ安定を取っていきましたね。開幕 TSD、 そしてアミエ選手は、パフェ済みでしたが、これはちょっとパフェが取れず、ギリギリまで耐えつつ、さあリモン選手これは、パフェを狙ってはいたんですが、ちょっと1ラインを食らえてしまった。そしてやはり EST が非常にうまいですね、リモン選手。しっかり自分から火力を送っていくのが得意なプレイヤーですが、さあミニア選手はそういった火力を受け流すことが非常にうまいです。堀連をつないで6連までいきます。さあミーヤ選手側は自前で積んだ部分を連として消化していきつつ、攻撃力に転じていくことでしょう。さあここはテトリスから入っていく。ここはそうですね、お互いにちょっと様子見といった展開になっていそうですね。リモン選手かなり低い地形になっていった。ここまで来ればお互いちょっとリモン選手に置きミスが見えるように見えますね。あ、そうなると雨宮選手がこれはチャンスだと言わんばかりに攻撃を受けてから、自前の攻撃力をどんどん詳細を外して打っていく展開。これが刺さって2本目を取っていった。2人でいれば最強なんだよ。やはりうまいですね。こういった立ち回りというか相手の状況を把握する能力、非常に長けていますね、アミリア選手。さあここもお得意の DT 連から入っていく。さあティモン選手は最近流行りの DT アタック、そして、パフェを狙っていく指導ですが、これは若干食らう展開になってしまったリモン選手ですが、さらに TD が狙える。選手の連が若干続きそうですね。これはちょっと備えたいところ。リモン選手としてはどうするか。さあですが、アミネ選手連にせずに、これも DD にしてきましたね。さあその隙を見計らって逆にリモン選手が3列連を組んでいきましたが、これは繋がらない。繋がらないとなると話は別だ。3本目を献上してしまう。さあ耐えきれるのかこの状況。おっとアミネ選手若干これはコントローラーでしょうか、心配なところもありますが、瀬戸が戻ってるんですね。さあ削って削って、リモモ選手側はその隙にどんどん火力を打っていきたい。さあですが地形は非常にいいですね、両者。この状況からではなかなか決定打には至らないでしょう。問題はどこでその差を広げていくか。さあリモン選手がかなり追い詰められてしまった。この隙に、おっと、アイミノが間に合わないとなると削るしかない。リモン選手がかなり苦しい状況を強いられている。さらに下穴にたどり着けない。いや強い。リモン選手が若干こう良くない手が増えたような気もしますね。うん、先ほどまでのこう集中していた感触がちょっと途絶えてしまったんでしょうかね。
ピミア選手はそれをしっかりと咎めて一本一本重ねている。やはりまあ彼の持ち味のプレイスタイルがね生きているといったところが特徴的かなということですね。リモ選手これは少し安定気味に動いてますね。自分のミスが若干多いことを懸念してか、あまりこう自分から攻めに行くというよりは少し守備的な立ち回りに持っていくべきなのかなという感じがありましたね。ですがそれがしっかり効いてますね。アメミヤ選手が逆に交差ミスが出てしまい、これは相目を回したとしてもさすがに耐えきれない。さあなんとか1本取り返していく。これでもしかしたら流れ変わるかもしれないですよ。そうですね、まだまだ15本選手先が長いのでこれは分からないですね。その先手ではまだ分からない。あ、やはりちょっと自分の慣れ親しんだ組み方が増えてきましたね。今までの開幕 TSD 等で動いていくことが増えてきたように見えます。やはりその体に染みついているか染みついていないかっていうところで言うと、最近覚えた積みってなるとこう若干考えるラグが出てしまうとか、そういったところが響きそうなんですね、うんうん。まあ、そんなこと言ってる間にアメリカ選手が9連を決めて、リモン選手の置きミスを咎める形で5本目取っていく。まあこれはメケオズミリモモ選手がやはりちょっとこう安定気味ですね。最近の新種を打つというよりは自分のこう持っている自分がもうノータイムで組めるような手をどんどん打っていこうという本当に変えてきたんでしょうか。ですがその隙を見て若干火力不足と見たアメミヤ選手、これはどんどん積み込んでいって連で9連10連までつなげていった。アリモ選手かなり穴バラは来ている状態です。ここから復旧できるかどうか。あーこれはどうですか。7からさあ削ってテトリス、リモ選手もしっかり穴バラを処理していますね。アミヤ選手お互いにこう若干自分の地形を整えるペースといったところでしょうか。ただその中でも最低限の火力は出さなければいけない。足明けをしてアミヤ選手が若干これは厳しいですね。大見のもう気密がかなり響きそうだ。これはさすがに間に合わない。非常に判断早かったですね。今 PSD まで行ければギリギリ耐えられましたが、行って間に合わずということでリモン選手がしっかりとどめをさせていった。さあここで5対2、ちょっと落ち着きを取り戻してきたように見えますね。リモン選手やはりこのゲーム焦りが一番禁物ですから、こういったところでね無駄な焦りをしないようにしっかり自分のメンタルコントロールをするというのも非常に大事になってきます。さあここは STS に向かいましたが、少し勇敢な手ですね。これはこの選手地形が乱れそうな気もしましたが、耐えつつ、あお互いちょっと穴バラ、まあ、若干やはりリモン選手の方が厳しい穴バラが来ています。削っていきたいところですが、これはちょっと自分の脳内で勘違いがあったか、で一段下の穴に S2 の方置いてしまった。まだそこの穴は開通していない。1本目を取っていったアメミヤ選手、こういうねちょっとボンミスが出てくるようになると心配ですね。リモン選手なかなかやはりこう神経を使う試合をずっと続けているだけに、どうしてもどこかでこうバグってしまう部分が出るんですよね。さあかなり上部まで追い詰められていますが、しっかり弦で削りながら返しています、日本選手。さあその隙にアメリア選手、これは若干ドネート気味に打っていきますが、まあ、地形が若干乱れているようにも見えます。アメリア選手耐えきれるかどうか。さあですがリモ選手が火力を打ち切った状態なので、ここは積み込みに行くか。一旦耐久に向かうかと思いましたが、ここはちょっとやはり保守的ですね。お互いに保守的な動きが目立ちます。大会の決勝というのはそれだけでねこうプレイを保守的にさせる部分があるのでしょう。さあ有本選手、これは T から T を打つしかなく、先に S ミノを入れられれば TSB やったんですが、ちょっと順番的に地形と修正を優先してきました。さあギリギリ耐えられるかどうか。ここは
さあ、ミミヤ選手側も削っていきます。さあ、リモモ選手は少し追い詰められている。リモを差し込んでいいのかどうか、7連まで行きましたが、その後が問題だ。アミヤ選手、ちょっとアイミのオフェンスが見えましたね。なると逆にリモモ選手が直接までたどり着くことができれば返し切る刀になるかと思ったんですが、それでもなおアミミヤ選手耐久力が高い。一連で決まるかと思ったんですが、まだ耐えています。ですが依然として苦しいのはアミミヤ選手。これは取られてしまった。リモモ選手が3本目を取り返していく。授業は終了だ。食らいついています。リモモ選手少しこうミスも出ているとはいえ、しっかり本数は重ねている。まだまだ先は長い。15本選手しっかり1本1本重ねていくことが重要になってきます。さあ、ミミヤ選手がこれは DT 連からですかね。1本打って開幕から相手に穴バラ、そしてこれはつなげられそうですね。11連までいきます。リモモ選手側に相当のプレッシャーがきます。そして若干焦り気味の地形の乱れが見られる。ミス選手側も火力を出しつつ掘らなければいけないというところで、制約が苦しい。リモモ選手も相当仕上がってるな。そうですね、こういったところでしっかり耐えているのはやはりさすがといったところですが、さすがにアミネ選手の猛攻に耐えきれず7本目を許してしまう。テトリスの神やっぱ強いな。強いですね。本番強さにかけてはやはりこの男随一のものがあります。まあ、そして開幕 TSD から入っていきます。お互いやはりこう使い慣れた形が増えてきましたね。さあ、これもまた戦略の一つなのでしょう。さあ、リモモ選手側はこれはそうですね、ドネートに向かっていきつつ、さあ火力をどんどん出して一気にとどめを刺したいという気持ちが先行しているように見える。そしてさらに STSD を組みに行きますが、地形が若干乱れた。さあ、ミニア選手は全く困っていない。なんならばレーンをつなげるルートを開拓しているまである。さあ、ここまで来ると、さあ、どんどん火力を出されてしまい、リモモ選手がやはり窮地に立つ状態。若干遠いので、これは苦しいですね。トリプルになってしまうと真ん中高いリモモ選手は耐えきれない。これはゾーンに入ってますか、神。そうですね、8対3、こうしっかりこう自分の集中力を底上げするところに特化してますね。さあ、お得意の戦術 DT レーンから入っていきます。さあ、ですが今回はレーンに行かず、さあ TSD で削っていって修復するところから入っていきましたね。さあ、ここで4列レーンに向かうでしょう。さあ、お得意の戦法を持っていきますが、さあ、リモモ選手の TSD を見て指導していきます。やはり積み込みを許してくれるような相手ではないので、攻撃が来たら即座に、防御に出ていく。積み込んでいった分、12連を吐き出していけば十分だろうと。さあ、実際十分でした。これが非常に優れた判断ですね。宮選手9本目を取っていきます。さすがにここ半分をね、折り返しを過ぎてきたあたりから、リモモ選手としてはちょっと焦りが出てくるでしょうね。さあ、やはり直列は受けますね、アミミヤ選手。自分のリソースになりそうな部分はしっかり受けていったんですが、しかしここは Z ミノの置き水が響いた。さあ、そのままリモ選手がとどめを刺していく。4本。かなりイージーウィンを取れたリモ選手、ここで一旦一呼吸を置きたいところですね。やはりお互いに非常に神経を使う試合をしている分だけ、こうびっくりするようなね、普段ならしないようなミスもね、ところどころ見えてきますね。さあ、お互いやはりテトリスの直列を見つつ、その上で TSD を組むという、もうテトリスの基礎も基礎といった動きを見せてますね。まあ、しかし、リモ選手、ここ途中 DT に向かっていった。まあ、どんどん火力を出していくぞと、守りになんか入らないぞというような意思表示にも見えます。こういったところ、しっかり火力を出していくところは魅力の一つでもありますが、しかしその隙を見計らってアミミヤ選手が火力を差し込んでいく。1本目を取っていった。やはり地形が乱れる行動をすると
これを飛んでくるのがやはり6強の特徴の一つではありますね。さあ削って下が見つくリモモ選手はしっかりと、テトリスから TS に持っていきました。さあミキア選手若干地形が良くないようにも見えますが、これは削りつつレンに持っていく体勢ですね。さあこうレンに持っていけるならば地形がいい悪いも関係ないぞと、2点まで持っていってさらにテトリスですからね。ここまでいけるならばリモモ選手に十分なプレッシャーを与えています。ダブル削りつつ、リモモ選手もテトリスで応戦。さあ、ミヤ選手、ここはチャンスと見ましたね。途中連に向かってきます。しかし、アイミノの置き場所は若干不穏だ。こうなると、リモモ選手の火力によっては刺さる可能性もありますが、7連でギリギリ耐えていく。ああ、ミヤ選手、下穴が嫌なところにありますね。アイミノをしっかり立ててしまったところに下穴があるので、ちょっと折るのが遅れる。ですが、ここで火力で押し切っていった。いつの間にか有利を取っている。いや、今コメントで、ほんとこの人たち頭の中どうなってんだよってコメントね、神の配信でありましたけど、ほんとそうですね。いや、そうですね。お互いに、すごい領域に入ってますよね。ありますし、屋根をつけて PSS からレンで削っていくルートを見ていきます。あ、うまいですね。これは7連8連までいくか。7連で止めて死刑を優先。このようにですね、なんか、両方ともの択を取れるとき、テトリスだったり TSD を打てるような地形から逆に削ってレンを打っていくっていうことがやはり上位勢非常に増えてくることが多い気がします。ここは TSD からかなり直列穴に持っていきますね。自前の積み込みでどんどん削っていくのか。さあ、アミニア選手側はあまりプレッシャーになってませんね。そういった攻撃を受けつつもしっかり自分の地形を整えることを優先しています。途中見ていきましょう。これはさあいいですね。 TSS から優先とにかくいつでも火力が出せるような形を維持しています。アミニア選手、まあ、そして階段系が真ん中に残っている。リモ選手はいつも苦しい状況、しかもこれはツモの噛み合わせが、ミノの噛み合わせが苦しい状況か。さあ若干火力効率に陰りが見えつつあるリモ選手。さあ横置き、これはしかし堀江がつながるぞ。逆転起死回生の一手、9連10連まで行く。うわー、耐えた。9連止めた、止めた。さすがに10連まで行ってとどめを刺しに行くかと思いましたが安定を取りましたね。こういったところ冷静なプレイングもまだまだ残っています。リモモ選手が1本取り返していく。まだ分かりません。ここはこの選手もこうプレイ内容自体はまだまだ食らいついています。削っていきつつリモ選手、これは飛車を与えることを優先的に動いています。さあですがそのあたり地形が少し乱れている。さあしかしアミネ選手、アイミの置きミスが出てしまったのでこれは逆にチャンスだぞ。リモン選手が畳みかける展開になるか。それが刺さった。いいですね。ここは相手のミスをしっかり見て攻撃に転じました。リモン選手まだまだ食らいついています。じわじわと差が縮まってきましたね。そうですね。ですがアミニア選手追われる怖さには嫌というほど慣れています。常に自分が追う側、追われる側、とにかく自分が背中を見せてきた側です。さあそしてアミヤ選手、ここは中開けに持っていった。一瞬の連の踏み込みの隙を見逃さない。さあかなり勝負まで持ってかれてしまったが、これはつなげることができる。これは13連までいく。冷静さ、勝負じゃないですが、しかしリモモ選手も耐えている。すごい、リモモ選手ここにカウンターを差し込んだ。なんと13連を耐えて逆に差し切る。若干アミリア選手連をつなげるのが時間かかってしまったのはあったんですが、それでもなおリモモ選手のこの土壇場の判断が光っています。いい流れが来ているリモモ。
今日はリモモの日なのか。まあこれはアイミの技が出てしまった。リモモ選手勝ち切った後のミスが、さっきの試合でね流れ変わるかなと思ったけど、さすが神だな。いやそうですね、ちょっといいプレイが出た後、大丈夫でしょうか。これはアミヤ選手若干コントローラーの具合にも見えますが、さあしっかり組み上げていく。さあそれに若干動揺して逆にリモモ選手が置きミスしてますね。大丈夫なのかっていう、相手を気にしている場合じゃないんですよね。人のことを考えなければいけない。まあ、その隙を見計らってアミヤ選手は手を積み込んでいる。これはリモモ選手恩情を与えるべきではなかったと大激怒していることでしょう。さすがに何とかキムには戻していきます。ギリギリ耐えて、さあアミヤ選手の方が若干苦しい展開ですね。こうなると穴の位置があまり良くないので連をつなげるのも難しい状況です。さらに TSD でギリギリ耐えますが、リモン選手さらにとどめを刺しに行くでしょう。耐えていますが、ダブルではさすがに厳しいか。さあギリギリ耐えてる、まだ耐えているが、これはいいのか、これどう出すのか間に合わなかったか。いやこれリモモ選手も勝ててよかったですね。ほんま相手気にしてこの試合負けてたね。そうですね、メンタルだいぶきてる。勝負なのでそうですね、うん、なんならばそのテトリスの試合あまりその序盤放置していたとしても、うん、逆にこう火力をもらえるゲームなので、そこまで影響は出なかった、ね、そこはプヨと違うところですよね。ただまあこの相手が止まってる時にどんどん連を組み込むとかそういうことを知らすと、うん、まあ、ちょっとさすがに厳しい部分があると思うんですけど、通常通りやってる分にはそこまででもないかなという気がしますね。さあこれはリモン選手効果力に押し切られてしまった。取るルートはまだ見えていたんですが、やはり若干の速度の暴力でやられてしまいました。さあやや終局が間近に見えてきました。13本目、残り2本となっています、アミヤ選手。さあですがここで中明けの積み込みミス、そしてパーフェクトクリア。さあこうなるとさすがにどうしようもない。さあいいですね、ここはリモモ選手まだまだ気持ちは負けていない。これマジでここから逆転ありますよね。逆転ありますね。少しでも気を許せばどんどん背中を追いかけている後進たちの手が届きそうな位置まで来ている。さあ、ね、ここは橋明け持っていったが少し繋がらないことを見越して一旦仕込みに回しましたね。そしてリモモ選手がその間にどんどん火力を出してくるので、今回はちょっとアミヤ選手不本意な積み込みになってしまいました。さあですが10連まで繋げられればリモモ選手にも相当のプレッシャーが与えられるので、こうなってくると話は違いますね。まあ、お互いちょっと上部の地形で一旦リセットに持っていきたいところでしょう。さあリモ選手の方が地形が戻ってきました。アメヤ選手はまだちょっと残っていますね。サポリレーンを駆使して6連まで繋いでいきつつ、まだ穴場が残っている。さあそれを見逃すリモモではない。これは11連までいく、完璧だ。完璧すぎる、今日のリモモは完璧だ。13対10、まだまだこれは信じさせてくれる。さあそしてパーフェクトフィア、わお、どんどん火力を出していく。アミヤ選手に連を組む隙を与えない。さあここまで来るとアミヤ選手は若干こう背筋に寒いものを感じてるんじゃないでしょうか。ですがリモ選手これは若干地形が乱れていますね。ここからなんとか復帰していきたい。アイミノを使ってしまったのがかなり響きそうだ。アイミノが遠い、堀のルートが遠い。ですが TSD で整地できるのはこれはだいぶ楽ですね。だいぶ元に戻ってきました。さあこうなってくるとアミヤ選手が逆にきつい。さあアイミノを立てましたが、これが間に合わない。いやこれリモモ選手ゾーン入ったか、凄まじい追い上げを見せています。ここまでなのかと、いや選手もこれは相当恐怖を感じていそうだ。さあですが何度もこんなことは経験したぞと両方のアメニア選手がいることでしょう。こん
なピンチも何度となく乗り越えてきたと。本番強さにかけては俺の右に出る者はいないと、そういったプレイスタイルから見受けられるその安定感が物語っています。31連繋いでいって、ここは選手がちょっと耐えて地形を乱した状態からあいみのを無駄にしてしまった。これは削っていきつつ PSD、 そして火力を出しつつ耐えていく展開に持っていきたいですね。さあ無理やり火力を出していきます。少し地形が乱れることも厭わない。さあこれはお、いや若干迷ってしまいましたね、リモン選手が。さあその迷いがかなり致命傷になりそうな気がする。さあギリギリ耐えてはいますが、ここは削ってレーンをつなぎに行く程度ではさすがに耐えきれない、ピーチとなってしまう。アミミヤ選手、ここも6度目の優勝に大手をかける。まだまだ俺の時代は終わらないと見せたいところですが、アミミヤ選手回転ミスが入った。さあ行けるときも回転ミス。さあこれをとにかく仕留めたいですが、直列が見えてしまった。さあそうなるとリモン選手一旦たまらなければいけない。さあですがまだアメミヤ選手地形は元には戻ってないですね。ここでようやく TSD からそうですね下穴まで見て、さらにテトリス TSD と持っていき、さあですがこれはギリギリ、うわ耐えた、リモン選手の火力が上回って差し切った。12本目、やばいなこれマジでまだまだあるぞこれは。この決勝戦過去最高だ。いや素晴らしい、アメリア太陽をここまで追い詰める男。耐えていきたい。さあアメリア選手得意の展開持ってきます。やはりパーフェクトクリアで温存火力を送ってレーンを組ませない、ことをやらせない。アメリア太陽の時代じゃないんだと、もうお前の時代は終わりなんだって見せつけたい気持ちがプレイヤーに出ている。さあ日本選手、ここは TD の種が残っています。火力を出していくことでしょう。さあここはアメミヤ選手側も耐えて耐えていますが、下穴の上に若干ミノを置いているのは不穏な気配を感じる。サリモン選手はとにかくスピードでテトリステトリスと連打していき、このまま追い詰めに向かうことでしょう。火力効率は抜群です。ちょっと安定取りましたね、リモン選手。これは5連で削りつつまだ仕留められないと判断して安定を取りに行きます。冷静。ああやはり決起に流行った行動だけではない、前回の俺ではないと、そういった部分が見え隠れしているかのようです。さあ安定してますね、日本選手。常に地形が低い状況、雨宮選手が逆に火力を出せていない部分があるのかもしれません。さあですがかなり直列が見えてきました。雨宮選手ここから一気にカウンターに転じそうな展開です。さあリモン選手、その間に火力が出せるか、出せるか、出せそうだ、出せそうだ、全部つながる、全部つながる、幽霊まで行く。さあそうなると話が違う。そして TD まで行く。うわやば、なんすかこの試合は。リベさん、これはありますよ本当に。ねえ、リモン選手の下克上、ものすごい追い上げ。そんなことか。内容がここに来て急激に良くなってますね。特にアメリア選手で好きなことをさせていないのが素晴らしい。やば。ですがここで少しミス、ここは気になるところ。削りを入れて、そうですね、先に乗っかってテトリスに仕上げていった、そういった判断も素晴らしいですね。落ち着いてますね。この状況下において一番の敵は自分自身、こういった状況に、こういった幸運に起こらないことが、自分の実力を信じ切ることが何よりも大事です。あ、少しこれはリモン選手の地形が下穴が苦しい状況に見える。われ。さあそしてアミミヤ選手、これは7連つないでドバが刺したやば、2人でいれば最強なんだよ。なんだこの神試合は。アミミヤ太陽
おめでとうございます。おめでとうございます。これは保存だな。いやなんだこの決勝戦。いや過去最高に扱ったですね。過去最高っすよ、ほんま。やばすぎる。